うっす、おはようございます。こんにちは、こんばんは。理想の人生を歩むリクです。今日はね、4回目の、動画配信になるんですけども、今日もね、理想の人生を手に入れていただくために、知識をね、共有できたらなと思っております。で、今日4回目の内容としましては、前回、ね、聞いていただいた方にはお伝えしたんですけども、理想の人生を手に入れるために必要なことっていうのは、重要なポイントになるのは潜在意識。その潜在意識を、コントロールすることが大事っていうことをお伝えさせていただいたんですけども、じゃあ、その潜在意識を書き換えるためにはっていうことを今日ちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。ですので最後までお聞きしていただきたいと思います。それでは、早速お伝えしていきたいと思うんですけども、潜在意識を書き換えるにはどうすればいいのか、率直に、まず結論から言いますと、もう頭と体に染み付かせるしか方法はありません。もう癖が治るまで、もう何度も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 、こう、繰り返し反復練習をするしかないんですね。スポーツの世界では体でね、覚えろっていうような言葉があって、もう体がもう勝手にね、反射的に動いてしまうまで、繰り返し、繰り返し練習、ね、していくんですけども、まあ、それが、まあ、いわゆる潜在意識にね、インプットしている状態です。まあ、サッカーで言うと、サッカー始めた頃ってボールがこう、上半身より上の方に飛んでくると、こう、ついつい手が出てしまうんですけど、これはもう防衛本能でしょうがないんですけども、まあ、それを、まあ、サッカーだからね、手は使っちゃいけないっていうことを繰り返し繰り返し、練習していくことで、こう、上半身より上の方にボールが来ても、とっさにこう、ヘディングができるようになったりとか、こう、胸でトラップできるようになったりとかね、するわけなんですよ。だからこう、ね、まあ、それももう無意識でできるようになるっていうことは、もう潜在意識にしっかり落とし込めてるっていうことですよね。まあ、これはサッカーしたことない方にはちょっとわかりづらいことなんかもしれないんですけども、まあ、例えば、皆さんで経験があるって言ったら、自転車だと思うんですけども、初めて自転車乗った時って、一個一個意識しないと乗れなかったはずなんですよ。でも、その一個一個意識するから逆に乗れなかったんですけども、初めて、こう自転車にまたがった時ってこう、まずバランスを取るっていうことを意識しないといけないですし、ハンドルを操作するっていうことに、ね、意識しないといけないし、ペダルを漕ぐ、左右のブレーキを握る、周りを確認するとか、もう、ありとあらゆることを意識しないといけなくって、それがね、もう、こう、大変で大変で、ちっちゃい時は、もう、僕も何度も何度もこけまくったんですけども、まあ、皆さんもそういう経験があると思います。三輪車外した時なんかね、最初はこけまくりで、で、親が、後ろを持ってくれてるんですけども、まあ、親が持ってるよ、持ってるよって言いながら実は話していて、で、それが、親が持っていない時にでも乗れていたっていうね、感動があったりとか、そんないろんな、こう、自転車を乗れるようになるっていう、乗れるようになるまでの過程で、いろんなことがあったと思うんですけども、まあ、こう、まあ、話は元に戻すんですけども、もうこけてもこけても、こう、繰り返して練習することで、ね、普通に自転車乗れるように
なってると思います。今もう一つ一つ意識しないですよね、皆さん自転車乗るのんて。ね、もうそれはずっと繰り返し繰り返しこう自転車乗ってきたことによって一個一個ね意識しなくても自転車が乗れるようになった、潜在意識で自転車が乗れるようになったっていうことなんですよね。もう鼻歌歌ったり音楽聴きながらでも自転車乗れるはずです。まあ音楽を聴きながらはね危ないので、絶対に音楽を聴きながら自転車運転はしてはいけないんですけども、まあ本当に突発的なことがあってもこうね、無意識で急ブレーキをかけてね危険を回避するとか、そんなもんできるようになっているので、もうこれは意識とはもうかけ離れた潜在意識のこう意識の前に働いて行動ができているっていうことですよね。はい。まあ、こういうふうにね、何か、こう、癖をつけるとか、こう、無意識領域で、頭や体を、に行動させるっていうのは、もう繰り返し繰り返し練習して、で、潜在意識にインプットして、定着させることでしか、できないんですよね。もうこれは本当にもうどんな人でもそうです。もう繰り返しでしかないです。なのでもうこう大げさに言ってしまうともう根性論です。はい。もうやるしかないんですよ、もう繰り返しね。だから例えばこう前回の僕のこう癖という話でアイデアを次々生み出す癖っていうのも、もちろん最初は意識してね、ずっとやってました。で、意識して意識して、あれとあれアイデアをくっつけたらどうかなみたいなことをもう四六時中知恵の輪を解くみたい、解くかのように、永遠と潜在意識でずっと考えてたりしてたんですけども、でもそれが、こう、繰り返し繰り返しやっていくことで、こう、意識して考えなくてもそれができるようになった。いつの間にか、こう、ね、潜在意識の中で、どん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 こう何かと何かとかもう意識してなくてもね、こう五感で感じたことをこうね潜在意識の中でこうなんていうんですか、混ぜ合わさって、でそれがポンとこう出来上がってくるっていうような感じになってくる。来るようになったんですね。なのでこれはそんなの元からすごいやつしかできねえんじゃねえのとかって思われるかもしれないですけども、これは僕みたいなやつでもできたんで、皆さんでもきっとっていうか必ずできます。はい。僕全然大したことないんで、低学歴で何の取り柄もなかった人なんで、もう普通の人です。普通よりは底辺だと思いますけども。それでもそういう風になれたんでね、優秀な皆さんは絶対になれるんで、あとはやるかやらないかだけです。もう本当にそれだけです。本当にその目標を持ってできるかとか、自分の理想の、こう、人生を描くために、覚悟を持てるかっていう、それだけです。で、あとはもう継続する、していくだけですね。はい。で、まあ、いつも言うことなんですけど、やっぱ柔軟にね、そして、目標に向かうために柔軟で継続していく。それが大事ですね。はい。同じことをずっと
繰り返していてもしゃあないので、こう時代の流れとともにこう変化していくことは大事です、考え方もね。はい、なので、こうそういう繰り返し繰り返し練習する、覚悟を決める、理想、自分の理想のね人生とする目標に向かって突き進む覚悟がある人は、もう今この瞬間からね、その例えば自分がこういう人間になりたいと思った時に、こういう人間になるにはどういう行動をすればいいのか、どうその前にどういう思考をしているのかみたいなことを探ってもらって、こういう考え方をしているやつがこういう理想のやつになれるんだなみたいなことをこうイメージしてもらって、じゃあこういうイメージをしよう、そしてこういう行動をしようで、継続していってもらったら、いいのかなと思います。でもちろんその継続していく中で、やっぱこうした方がいいなっていうのは絶対出てくるので、で先ほども言ったように、そこで柔軟性を生かして、じゃあ、ここをもっとこうした方がこう絶対良くなりそうだから今からそうしようっていうふうに決めて継続していく。はい、でもう本当にもうそうですね、まあ前回もお話ししたんですけども、結構癖づくまでには時間かかると思います。だいたい3ヶ月で変わるって言われてるんですけども、早い人で3ヶ月だと思います。ただまあ僕は半年から1年見ていた方がいいかなと思います。なのでこうそれでも逆に言うとですね、その半年から1年例えばこう頑張って理想の人生を手に入れれるんだったら、めちゃめちゃコスパ良くないですかね。だってその後の人生ずっと理想の人生でいけるんですよ。だからもうこのね、今を大事に、一日一日を大事にしていかないといけないんですけども、まあその半年一年後自分が生まれ変わって、その後の長い何十年っていうものを素晴らしい人生にするために、半年この1年を頑張ってほしいなと思います。今頑張れないやつは未来は変わらないんで、なんていうんですかね、まあ、これもまたいずれ深い話をしようとは思ってるんですけども、人生ってもう今の連続でしかないんですよ。未来を生きるわけでもないんで、未来っていうのはなんていうんですかね、理想まだ起きていない場所ですよね。で今を頑張れないやつに未来の自分を作れるかって言ったら作れないですよね。だって今頑張らないと、そのずっと今が続くわけですから、その今のこの一瞬をこう変えられないやつに未来は変えられないので、この今この瞬間からこう意識を変えていってもらいたいなと思います。はい、だからよくこう参考書とかこうビジネス書とかこう自己啓発とかでもね、なんて言うんですか、こう明日からやろうとか思ってるやつとかにはこうダメだみたいなことを言われたりするじゃないですか。もうまさにその通りで、もう人生っていうのはほんまに今の連続なんです。だからもう今この今っていうのをしっかり意識して生きていって
ただきたいなと思います。で、その積み重ねが半年後、1年後っていうものに、結果がついてくる。はい。なので、こう、今を頑張っていきましょう。はい。今日は、ちょっと簡潔すぎたんですかね。でも、結構、もう、理想っていうか、ね、手に入れるための潜在意識を書き換える方法というのはもう、この、行動して定着させるしかないので、もう、これに尽きるので、あとは皆さんが覚悟を持って、どう行動していくか、今をどうしていくかっていうことになってきます。まあ、その中でね、またこう、僕の経験談とか、いろんな話も、これからも、どんどんしていくのでね。まあ、とりあえず、潜在意識を書き換えるっていうことに対してのお話に関しては、こんな感じで、ということで、第4回を終わらせていただきたいと思います。で、まあ、毎回、お伝えしてるんですけども、僕の動画では、録音アファメーションをいっぱい、アップしてます。で、本当にね、5分毎日聞くだけでいいんで、自分にしっくりくる、アファメーションがあれば、もう、意識して聞かなくていいので、毎日5分、それを聞いていただけたらなと思います。で、また、動画のね、各動画の説明欄にも、僕が結構自分も使ったりしていたりとか、読んだりしている、おすすめのアイテムとか、商品、おすすめのアイテムとか、書籍を、紹介させていただいているので、もしよかったらね、そういうものもちょっと取り入れてもらって、こう、ね、こう何か変化をつけてみたりするのもいいのかなと思います。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。またまたね、この動画が参考になったらとか、よかったらと思ったらね、いいねボタンとか登録チャンネル登録とかしていただいて、していただけたら嬉しいなと思います。はい、では今日はこの辺でありがとうございました。また次回の動画見に来てください。それでは理想の人生のリクでした。